横浜スタジアムにお越しのベイスターズの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーローお二人、梶谷選手、エスコバー選手です。まずは逆転満塁ホームラン、梶谷選手です。ナイスバッティングでした。連打でスタジアムの雰囲気が変わっていったと思うのですが、2対5と追い上げてノーアウト満塁、どんなことを意識して打席に入ったんでしょうか。まあ、ちょっと緊張してましたけど、久々に打ててよかったです。あの場面満塁で梶谷選手、本当に打ちそうな雰囲気を感じていたんですけども、ご自身ではいかがですか。いや、心の中ではこうなんとかね、チームに貢献したいという気持ちもありますけど、少し不安な気持ちもありましたが、ありましたけど、まあ、なんとか結果が出てよかったです。さあ、その打席ワンボールからの2球目フルスイングでした。手応えいかがでしょうか。いや、久々にいい感触のが残ったので、行ってくれるかなと思いました。ライトへの逆転満塁ホームラン、大きな拍手の中、どんなお気持ちでこうダイヤモンドを一周したんでしょうか。いや、まずベース踏み忘れたのでちょっと焦りましたけど、すごい気持ちよかったです。そして8回には勝負を決める2打席連続ホームランでした。こちらはいかがでしょうか。いや、まぐれかなと、いい流れをつけてくれたので、いい気持ちで打席に入れました。さあ、今日の試合はご自身6打点、そして首位のジャイアンツに連勝となりました。いかがでしょうか。毎日毎日全力を尽くすだけだと思っているので、それが結果につながってよかったです。素晴らしいホームランにもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いて今シーズン初勝利が来ました、エスコバ選手、ありがとうございます。さあ、ワンアウト一塁の場面、素晴らしいフィールディングで二塁をアウトにしたのが大きかったと思うんですけども、いかがでしょうか。男は黙っていないだけ。さあ、エスコバー選手は今日で51試合目の登板、MPB でも3年連続50試合の登板を超えていますが、そのあたりご自身ではいかがでしょうか。Bueno, me siento bastante feliz. De verdad, son metas que he podido conseguir aquí en mi carrera. Y de verdad que primeramente le quiero dar gracias a los fans por el apoyo durante estos 4 años que llevo aquí. Y gracias por el aliento y de verdad que muy agradecido por su apoyo.いや、本当にこのたくさんの試合を投げるというのが自分自身の目標でもあったので、3年連続50試合以上投げられて本当に嬉しく思っています。そして皆さんにね、ファンの皆さんが応援していただいて、この4年間応援していただいて本当にありがとうございます。さあ、そしてですね、ハマスタでは今日が24試合目の登板なんですが、まだ自責点がゼロです。やはりハマスタの応援というのは力になるんじゃないでしょうか。Sí, mira, los fanáticos de verdad que son muy importantes para nosotros, ¿sabes? El apoyo que nos dan diario nos sirve de mucho y cada vez que estamos pichando, pichamos por el equipo y pichamos para los fanáticos también. そうですね、本当にファンの皆さんの声援がいつも力になってます、ファンの皆さんの後押しでね、いつも力を持ってますので本当に助かっています。今シーズンの終盤戦ですが、エスコバー選手、残りゲームをフル回転の活躍見せてくれるでしょうか。男は黙っていない。楽しみにしています。それでは勝負を信じて応援してくれたファンの方々に一言ずつメッセージをお願いします。まずは梶谷選手、お願いします。はい、明後日からも全力で頑張ります。シーズン終わるまで応援よろしくお願いします。それではエスコバー選手、お願いします。
No, gracias, de verdad que gracias por el apoyo, gracias por estar viniendo a los juegos. Sabes que esta temporada ha sido un poquito difícil, pero de verdad que gracias por el apoyo siempre y de verdad que estamos jugando duro para seguir complaciéndolos a ellos. 今年本当にこういう難しい状況の中、こうやってたくさんのファンの見に来ていただいて本当にありがとうございます。最後まで戦っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。 いただきまして、タオルの準備もお願いいたします。 それでは今日は梶谷選手お願いいたします。 さあ、2人準備よろしいでしょうか。それでは行きましょう。心を一つに。 I love 横浜。